心教は、品田俊平が1905年に設立した、新道系の新宗教。多くの名士が入信し、流星を誇ったが、第二次世界大戦を境に忽然と姿を消した。教祖の品田俊平、品田俊平は、柏崎町比較神城小学校を卒業後、星野漢学塾で漢学を学び、大道長安や、平井展開につき仏教を収めると同時に、 町の道場で剣道の修行を積んだ。その法上教師、山口三之助や福来祐吉氏と交わり、その後もしばしば上京しては、仏教、儒教、キリスト教、哲学、剣道など、各分野の大家のもとを訪れ研究したとされる。1905年3月21日に、品田は霊示を受け近畿弱役、対語徹底の境地に至り感激の涙に浸った。 森本南領によれば、この時に、自己の使命を自覚し、誓って、これの広告を強制し、合わせて、世界人類を救済せんとの融資を発した。それには維新大道を中心として、教育直後、その競争となし、世界の宗教をもって、これを保育し、これを融合せしむべきだということを悟った。3月22日、柏崎町比較に心教本部を設け開業を、 宣言。4月には、北越心理病院を設け管科救済事業を行い始める。1906年4月、心境本部及び北越心理病院を長岡市に移す。また、心境本部に自然界を置き、貧困の患者、コヒイン不良少年などを無償、または半球により収容。セリョ養すると,とともに、一般患者の入院も行った。 1914年10月、心こ本部を東京市芝区芝公園五号地に移転。本部内の北越心理病院を心こ心理病院と改名した。この東京への移転以来、心こは各地に支部を建設した。1935年の時点で、内地では、函館、旭川、青森、新潟、柏崎、柴田、村上、富山、大宮、横浜、 平塚、甲津、沼津、吉原、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、西宮、神戸、須磨、姫路、広島、福岡、八幡、久留米、佐賀、大村、長崎、鹿児島に支部が存在し、外地では、朝鮮の富山、手具、金泉、京城、三河、平野に、さらに、満州国の新疆。 米国のシアトルとロサンゼルスにも支部が設置されていた。また、サ・クラク婦人会、サ・クラク女子高等学園などの関連組織も作られている。1925年、東京市渋谷区穏やかだ3丁目に土地を購入し、2階建て、日本造りの建物を修正。永久の関東本拠としての基礎を確立したとされる。1928年3月、 静岡県富士郡吉永村風紀あざにし、大馬屋平に10万坪の森林地を購入し、直ちに建物を寄港。7月に第一期工事を浚清し、盛大に総本山富士山和道園の開園式を執り行った。建設費10万円の半分を寄付金で賄ったとされる。森本によれば、品田は不況の傍らで世界の中心地点を探し続けていたが、 ついに例時によって、富岳の中腰、海抜に占有余弱なる大峰山の一角に、機体の霊域を発見し、この一大道場建設の運びになったという。後に拡充され、1935年の時点では、敷地面積は50万坪となっている。1935年4月14日、教主の品田俊平が、断食祈願を行い死去。この、製氷が、 第二代教主に就任した。その後、海祖の死去のほか、第二次世界大戦の影響もあり、心教は急速に衰退していった。戦況の悪化に伴う食糧難により、1943年には山和道園には住む者もいなくなっていたとされる。製氷は東京都西麻布で新東大教の第八代館長として活動し、 1990年12月12日、92歳で死去した。戦後、廃園となった富士山戸道園の跡地には、杉やヒノキの植林が行われ、かつての面影は急速に失われた。1996年、富士市による富士市森林墓園の建設により、富士山戸道園の移行が失われることから、富士市教育委員会は、富士文化財愛好会に依頼して、 跡地の調査と記録保存を行うこととなった。またこの際、世田谷に居住している第二大教主製表の長にへの聞き取り調査も行っており、富士山都道園には電気も水もなく、灯下は石油ランプ、水は点水をコンクリートのタンクに溜めて利用していたことなどが語られた。実地調査の結果、すでに森林となった跡地の中に建物の基礎や石碑、 石道路を、狛犬などが見つかり、高さ6メートル、直径4.5メートルの溶岩を積み、大和道園と刻まれたシンボルタワーも発見された。その後、霊園の造成によりこれらの遺構の多くは破却された。富士文化財愛好会が編纂した富士大和道園跡調査報告書では、心境の競技を、一口に言えば天地の大道を体感して、 これを実行していく教えである。天地の真心を身をもって実行していくことであり、信仰には、自力と他力とがある、神聖の霊感、宇宙の霊徳とは、本来藤和号のもとで、皆大本体に起立するものであるとしている。品田は著書、心教管下救済で、心教の基礎は、仏教、哲学、儒教、キリスト教のいずれでもなく、この四教の一致するところ、 すなわち、宇宙の真理を採用していると述べている。心境の実体は、神聖霊徳大本体、実相は、教育直後とされる。シナダによれば、神聖は、万物の本性、霊徳は、宇宙の大道、大本体は、神聖と霊徳と常に完全に活動し、無欠に秋の指令なる実体であり、神聖霊徳大本体は、真理を定むべき本源にして、 その徳は時としてあらざるなくところとして厳世ざると泣き、しかも犯すべからざる霊徳の損傷である。また、教育直後は、心理人道の縮図で高校慢性を照らすの司法で、ある、親民たる者はもちろん人類たる者深くこの生死を、大死権権服用して、大本体に到達すべきであるとされる。ナダが死去した際には、大本体に、ご復帰したということから、 一般の告別式に先立って復帰式が取り行われている。ありがとうございます。